こんにちは、チョメです。チョウチョが話したがってるので話しましょう。チョメさん、ちょっとだけお話ししませんか？物語を始めるにはセーブが必要です。セーブをしますか？はい、やった。ちゃんと録画できてるよな頼むよ。まあ、この後ちゃんと。チコちゃん元気になってよかったですね。ハッポさんすごく嬉しそうでした。あの二人組ってカッコつけてるけど、どこか笑っちゃうっていうか。ちなみに今日の撮影日時は5月21日です。それでそのハッポさん図書館で何してたと思います？長いよ。あれ、すっかり長話になっちゃいましたね。今日はもうお休みましょうか。ああ。ゾクゾクすること起こらないかな。でっかいドラゴンをすごい近くで見るとか。おい、それフラグじゃね居眠りドラゴンと戦うのか。多分ね。よし。投稿日時はわかんないけどね。チョメさん、ファンタジーライフリンクはため撮りしてます。お父様、私は今、クルブルクというところにいます。とても素敵な国です。大きなお城があって、王様や王妃様がいて、お姫様、にはまだ会えてないけれど、あの少年がお姫様でしょ、多分。でも、いつか会ってみたい。どんなドレスを着て、どんな髪型をしているのかな？どんな靴を履いて、どんなダンスを楽しんで、どんなご馳走を。古本、とにかくとっても平和な街なんです。多分、蝶々視点かな、これ。みんなの笑顔は私を嬉しくさせてくれます。そして一緒に不安も膨らませます。不安はあるよね。だってこのファンタジールに何かが起こることを心配している人なんて多分一人も。ああ、でも平和だもんね。蝶々ってやられそうになったけどね。おはようございます。あなたの街のトポストマンです。ちょっと差出人がわからないんですけど、お手紙をポストに入れておきますって。怖い怖い。えい。爆発物だったらどうする？ハイストライク。こういうところが面白いよな。よーし、ポストに届いた手紙見に行こっか。いやー、チョメさん、ファンタジーライフリンクの実況が好きなんだけど、個人的に古いゲームだけど。手紙読もっか。差出人不定。助けてほしいの。お城で待ってるから早く来なさい。お姫様かな？じゃあ行こう。じゃあ少々お待ちを。あ、ちょっと、始まった。なんか、これはただごとじゃないかもしれませんね。お願いしておきながら、最後は命令口調などと可愛いリンゴマークが気になりますか。だからやっぱあの少年が出会ったでしょ。だからここにチョメに助けを求めに来たんじゃない。一体誰が助けを求めてるのでしょうか。とにかくお城に行ってみましょう。マーズ物語第2話。おてんば姫と王家のドラゴン。ちょっとネタバレになってるぞ、これ。だからお姫様と一緒に居眠りドラゴンを倒しに行くんじゃないの。で、蝶々もさ、あれじゃん、あの、でっかいさ、あ、この人なんだったっけ。あ、手に入れてた。あ、渡そう。ビッグイクを渡した。いやー、卵、いや、私はね、シルベジーさんのために持ってきたんだよ。いやー、偶然会っただけだけど、朝から晩まで食べても食べきれない。とても大きな卵焼きが作れそうじゃ。ブロンズダガーを手に入れた。でも私、カリドでした。500リッチは嬉しいね。大きな卵。これさ、じゃあ、偶然さ、クリアすることもあるからさ、受けとくのもええかもな。50個受けれるから。これがみんなからのお願いじゃ。人によっては武器や家具を作ってくれ、と頼んでくれるものもおる。あるいは魚を釣ってきてくれたの、特定のライフでないと難しいものもある。お前、わがままかよ。まあでもお礼もらえるからね。まあ受け負った後でもいつでもキャンセルできるので気軽に考えるといい。お礼があるから別にわがままとかじゃないわ。キャンセルはノーリスクでクエストのみんなのお願いからできるぞ。それから最後に、渡すアイテムは指定されたクオリティ以上のものなら受け取ってくれるじゃろう。例えばキュアエイドを望む者は極上キュアエイドでも受け取ってくれる。わかったかな。要する、うん、わかったわかった。レッツエンジョイじゃ。お、経験値ももらえるんだね。じゃあ行こう、お城。あ、着きました。おや、お前さんは確かこの前も、お、蝶ネクタイしてないぞ、今回。ライフに着いたばかりのチョメさんとお供の蝶々です。喋る蝶々と一緒とは、また変わった取り合わせじゃの。何度も言うが、虫が城内に入ることはまかりならんのであって、ちょっと聞いてください。このお城の中に助けを求めている人はいませんか？助け？お城に来てほしいと、助けを求める手紙がこのチョメさんに届いたのです。それも可愛いリンゴマークの便箋で、王国アップルだもんね。確か。あれ？今すごくびっくりなさいましたよね。は、
今のはあれじゃ、そうそう、思い出しびっくりじゃよ。思い出し笑いなら知ってますか、思い出しびっくりなんてあるのですか。とにかくお城はこの上なく平和であって、何の問題も起きてはならんぞ。だったら城内を見学してもよろしいですね。もちろんここは国民に開かれたクルブルク城だ。ああ、誰でも入れるんだね、一軒の間以外は。ねえねえ、チョメさん、あ、確かに入れたな。お姫様の部屋も入れたもんな。王様の部屋も入れたもんな。大臣さんの今の反応ちょっと怪しいですよね。でもまずは城内の、でもまずは他の人にも手紙のことを聞いてみましょうか。チョメさん噛んじゃったよ。こっちじゃない？見たことない蝶ネクタイですね。なかなかお似合いですよ。おい、いつ蝶ネクタイになった？入れないじゃん。あ、上になってる。王様のところ行くんだ、まず。越見の間。確かにもう蝶ネクタイしたんだよね。越見の間は蝶ネクタイしないと入れないから。マスタング、あれではまるでちょっとした幽霊ですぞ。少しおかわいそうでは？しかし自由にさせておくと外に出て何をしでかすか。いたしかたないことでしょう。いたしかたない？それにあのくらい厳しくないといつまで経っても同じことを繰り返しです。しかしせめて城の中だけでも自由に。何を甘いことを。そんなことよりもあなたには準備すべきことがあるはずです。ブーメランヒゲのマスタング隊長。ブーメランヒゲと言うな。いや、これは失礼。とにかくエリック王の決定は絶対です。あなたの任務はここで議論を交わすことではないでしょう。確かにね。お前に言われなくても俺は俺の任務を遂行する。もう王様には逆らえないよな。うん。もうみんなびっくりしてる。あ、どうも。なんじゃそなたたちは。君たち大臣の許可を得てるのかね。あ、はい、割とすんなりと通していただけました。すんなりとおかしいな。まあよい、何か話があるなば聞くとしよう。エリック王、今はそれどころではわからぬぞ。喋る長女が越見に来るくらいじゃ。それどころそれどころ以上のそれどころがあるかもしれず。お城からお手紙をいただいたのですが。手紙？はい、そうです。助けを求めるような内容の手紙です。それも可愛いリンゴマークの便箋で。面白い、みんな必死だったな。あれ、皆さんすごくびっくりなさいましたよね。いや、今のはあれじゃ、そうそう、集団思い出しびっくりじゃ。流行ってんだね、そういう集団思い出しびっくりで。汗がすごいですよ。それに顔、お顔の色も心なしか。それはこの部屋が少し暑いからであって、顔色はおそらく照明のせいである。照明あるか？おうよ、私は任務に戻ります。マスタング逃げたな、お前。お前たち、頼んだぞ。お前。口下手だから逃げやがったな。おい、君たち、ヒューズも逃げるんじゃね？はい。王はこれから重要な会議がある。君たちもそろそろ退出したまえ。わかりました。ヒューズうまいね。では王様、私たち失礼いたしますね。うむ。ねえ、チョメさん。大臣さんといい、皆さんの今の反応といい、ますます怪しいです。やっぱり何か隠しているのでしょうか。もう一度大臣さんに聞いてみた方がいいかもしれませんね。じゃあ大臣聞こっか。大臣って誰だったっけ？大臣ここだった。お前たちまだ城におったのか。はい、引き続き調査中です。リンゴのマークのことは何か分かったのかね。いや、それが全然なんです。みんな何か隠しているみたいなんですけど、はっきりと話してくれなくて。そうか、そうじゃろな。ところで元気の良い少年はお知り合いかな。元気の良い少年ですか。そうそう、ある意味おてんばな青いリンゴのようにみずみずしい少年じゃ。あ、つい最近そんな感じの少年と知り合ったばかりです。名前は聞き忘れましたが、大きな青い帽子のよく似合う少年でした。やはり。大臣、何がやはりなので？おかげし。いやいや、何でもない。気にするな、気にするな。よく大臣に突っ込めるな。すごいな。あ、ちょっと待て。何でもなくはなかった。やはりの後をお前たちだけに聞かせてやるから。お。ちょっとここまで来なさい。兵士に教えるな。ではお聞かせください。わしが言いたかったのはつまりこうじゃ。もう結構信頼されてんだな、この王国兵士は。やはり左右に廊下があればそこを抜けてみたくなるのが人情じゃ。と、まあそういうとこだ。何がおっしゃりたいのかよくわかりません。お前がわからなくてもいいじゃ。いいか、もう一度言うぞ。やはり左右に廊下があればそこを抜けてみたくなるのが人情であるし。
リンゴの気持ちを知りたいのなら、右の廊下を抜けて突き当たりじゃな。右の廊下でリンゴの気持ち、歌の文句が何かで、そうじゃそうじゃ、歌じゃ、もっと教えてやるからお前も来なさい。ですが私には廊下の扉の警備が。いいからいいから。ねえ、チョメさん。大臣さん、私たちに何か伝えようとしてるんじゃないですか。あ、さりげなく教えてくれてんのか。一体何でしょうか。うん、言ってたのが、扉を抜けて、右の扉って言ってなかった。なんか左が開いてるけど。下画面見たら左が赤になった。右の扉を抜けてって言ったから右の扉だよね。こっちの方の突き当たりを行くっていうことでしょ。で、チョメさんさ、一回迷い込んだ時ここ入ってるような気がするんだよね。ここだよね。おい、聞こえるか。あ、おいたわしや、ラウラ様のしくしく泣く声が胸に突き刺さる。あ、聞こえるとも、いつも明るい姫様、姫だからこそ余計やるせない。大自然や生き物が何よりお好きなラウラ様をよりによって部屋に閉じ込めるとは、あ、そういうことか。どうやって手紙出したんだろう。ひどいことをするなよ。噂によるとヒューズ様がエリック王に。なんて言ったんですか。いや、そんな、こんなこと喋っているのがバレたら怒られるから口かさくても。っていうか何ですか、いきなり。ここはラウラ姫の部屋です。部外者をお通しすることはできる。チョメさん一回入ったことあるんだけど。今確かお姫様を閉じ込めているとかなんとか。なんてことを言うんですか。そうですよ。我々はエリック王の言いつけで姫の護衛を、部屋を護衛しているだけです。チョメさん、チョメさん。お姫様の警護とはいえ、城の中のこと、この厳重さはかなり怪しいですね。誰かこの部屋に入る方法を知っている人はいないでしょうか。いや、普通に入れたんだけどな。じゃ、下画面通りに行こっか。親切設計でこれ。妻か。フェリア、困ったわね。すいません。ちょっとお伺いしたいことが。あらまあ、かわいい蝶々が迷い込んでるわ、と思ったら、なんと上手におしゃべりすること、驚きましたわ。ところで、あなたたちはどこからかしら。私たちは怪しいものではなくて、なんでここにいるかというと、その、つまり、リンゴの気持ちが知りたくて。リンゴで通じるのかな。あらあら、それはそれは、良いタイミングと言うべきかしら。リンゴの気持ち、教えていただけるんですか。あ、そうそう、リンゴで思い出したんですけどね。そろそろラウラのおやつの時間でした。おやつですか。こう見えて私はてんてこまいなので、あなたたちにお願いしてもいいかしら。焼きたてのアップルパイをラウラ姫のところに持って行ってほしいのよ。ねえねえ、ちょっと、レティーナ？フェリアわかる子だね。はい、フェリア様、何でございましょう。あのね、アップルパイを手に入れた。美味しそう。私たちがこんな、そんな役目を仰せつかってもよろしいのでしょうか。なんだったら得味していただいてもいいのよ。王家のアップルパイ美味しいわよ。王国アップルで作れそうだね。とにかく冷めないうちにお願いしますね。あ、はい。よーし、持っていこう。すぐ持っていこう。温めてるよ。おやつね。いいおやつやな。お姫様へのお届け物があるんです。そんな話は聞いておりませんが。それはもしかしてフェリア王妃からの？はい、おやつのアップルパイです。ですからそんな話は聞いておりませんし、そもそも部外者はお通しできませんので、近くだったから見てると思うんだけどな、君たち。下で話してたけどな。おい、鈍いぞお前。王妃様のお考えをお察ししろ。このお二人にはきっと。はっ！あ、左の方が上官かな。失礼しました。どうぞお通りください。この後のことは見て見ぬふり、聞いてかぬふりをいたします。大丈夫か？面白いな。